宮地武彦は、佐賀の民話著作家、カウンセラー。昭和13年6月4日、佐賀市、小世町牛島塾に生まれる。昭和29年3月佐賀市立聖章中学校、卒業。昭和32年3月佐賀、県立佐賀高等学校卒業。昭和32年12月株式会社李天皇さん、大社。昭和37年3月国学院。 大学文学部文学科卒業。昭和37年4月佐賀県立佐賀高等学校、神崎能、小木高、佐賀北、佐賀東、神崎高、佐賀高、拓高教諭昭和57年3月佐賀県、教育センター断続研修終了。昭和58年8月九州、地区カウンセリング技術指導講座の全課程終了。 昭和58年4月佐賀県教育相談員佐城地区。昭和61年4月佐賀県教育相談員三上地区。平成4年8月、登校拒否生徒たちの、親の会の試み。平成8年4月日本、教育相談学会学校カウンセラー認定。平成11年4月佐賀短期大学エルダーカレッジ、非常勤講師。 九州留国短期大学非常勤講師。唐津市立佐市小中学校、東松浦郡七三村立小中学校、非常勤のスクールアドバイザー平成13年4月、佐賀県立市図、小木、拓、旧浦木高等学校非常勤のスクールアドバイザー。平成13年3月佐賀大学大学院、教育学研究科教科、教育専攻修士課程修得の学位を受ける。 平成16年3月長崎、純真大学大学院人間文化、研究科人間文化専攻の博士後期課程単位、修得、博士の学位を受ける。平成16年4月佐賀県立宅旧浦木、唐津工業、唐津商業高等学校、佐賀県立盲学校非常勤のスクールアドバイザー。昭和61年1月佐賀民族学会より、民族学で、 坂田賞を授けられる。平成5年に1月日動火災、教育振興個人研究の部で不登校生徒の教育実践で表彰。平成7年3月 NHK 第70回放送記念日に、佐賀の民話の地域放送で表彰。ありがとうございます。